もしもし、しのぶ、今時間大丈夫？何？休養？休養ってほどじゃないけど、ちょっとお願いがあってね。しのぶ、ゲーマーズというお店をご存知？知ってるけど、それがどうかした？実は、お父様の仕事の関係でゲーマーズの宣伝をお手伝いすることになったの。いろいろやってんだな、エーソラの親父って。しのぶならゲームに詳しいし、よかったら手伝ってもらえないかなって。手伝うって何を？せっかくだし、可愛いコスプレ店員さんになってお店でミニライブをしようと思ってるの。断る。そう、残念ね。お礼にしのぶが好きなゲームの限定アイテムをもらえるようお父様にお願いしていたのだけど。限定アイテム？でもしのぶが嫌って言うならしょうがないわよね。代わりにムニちゃんは。コスプレってどんなコスプレ？あら、気が変わったの？別に、聞くだけ聞いてみようと思っただけ。ゲーマーズにとっても縁深い人たちのコスプレよ。お前も呼ばれたのか？今回のライブにぴったりだと思ってミーコさんにもお手伝いをお願いしたの。エソラちゃんの頼みなら何でも力になるの。それで今日は何をするの？何も聞かずに引き受けたのかよ。詳しくはお店の中で説明するわ。早速入りましょう。不安になってきた。わあ、かわいいお人形さんがたくさんあるの。ここってどんなお店なの？何から説明すればいいんだ。いらっしゃいませにょ。うわあ、びっくりした。あなたが店長さん？はじめまして。本日お店の宣伝をするために参りました、清水エソラと申します。にゅっ、お前たちの話は聞いてるにゃ。店長さんは今ゲーマーズ本部で臨時店長会議にゃ。じゃあ、あんたは？デジキャラット、デジコって呼んでにゃ。よろしくお願いするにゃ。デジコさん、はじめまして。私は竹下ミーコです。はじめましてにゃ、よろしくにゃ。どうしてデジコさんは動かないの？すぐに慣れるから気にしないにゃ。わかったの。で、こちらが犬寄せしのぶです。よろしく。にゃ、なんか機嫌悪いのかにゃ。いや、これが普通だけど。どうなのかにゃ。キャラにこういうタイプは出れた時の威力が大きいにゃ。とはいえ、デジコたちの代わりを務める以上、お店では笑顔が不可欠にゃ。デジコさんたちの代わり？まあまあ、説明は後でするから、まずみんな衣装に着替えましょう。衣装が一番じゃないかと思ったんです。私の衣装は誰のコスプレ？それはプチコとお揃いにゃ。プチコ？デジコとプチコはデジキャラット星から地球にやってきたにゃ。デジキャラット星。デジコはその星の第一王女で、プチコは妹分なんだにゃ。いや、それよりもっと聞きたいことが。どうして地球に来たの？デジコは大女優を目指して地球に来たんだにゃ。そしてたまたま出会った店長さんのおかげで、このゲーマーズで働かせてもらうことになったにゃ。女優？なんで女優を目指してるんだ？
子は女優になるため、いつやゲーマーズの住み込み店員として汗水流して働いているんだにょ。おい、私の質問にも答えろよ。細かいことは現在放送中のミニアニメ令和のデジキャラットを見て勉強するにょ。何の話だ。まあまあ、細かいことはいいじゃない。そういえば、プチ子さんたちはどこにいるの。プチ子とウサダは店長さんのお使いで留守にしてるにょ。デジコも今年は24周年記念で本当は大忙しなんだにょ。だから何の話だよ。店長さんたちはいつお戻りになるのですか。すぐに戻るにょ。それまではお店の手伝いをしてほしいにょ。お店の手伝い。それもゲーマーズを盛り上げるために必要な宣伝にゃ。宣伝になるのかそれ。衣装が可愛いから宣伝になるにゃ。せっかくだから本気も持ってみるにゃ。ライブ 2D だからモテないけど心の目で見えてるにゃ。ライブ 2D？ まあせっかくの機会だし、私たちもお手伝いさせてもらいましょう。なんか偉いとこに来ちゃったな。まずはデジコの代わりにレジ打ちをやってもらうにゃ。わあ、ミーコ一度やってみたかったの。何事も挑戦にゃ。デジコがお客さん役をやるから練習するにゃ。はーい。これくださいにゃ。いらっしゃいませにゃ。別ににゃはつけなくていいんだにゃ。かわいいから気に入ったにゃ。こいつ天然キャラにゃ。まあそれならデジコの一挙手一投足を見て学ぶといいにゃ。わかったにゃ。いいかにゃ。お客さんには笑顔と愛情を忘れないことにゃ。ただし邪魔するやつは速やかに片付けるにゃ。邪魔するやつ？クレーマーのことか。例えばブラックゲマゲマだにゃ。奴らはデジコの邪魔をしに来るアホ、パクの軍だにゃ。来たら追い返してやるにゃ。悪い人たちなの。ブラックゲマゲマ団はデジコを営利誘拐しようと企んでいるんだにゃ。まあそれは怖いですね。その方たちは今も地球に。いるにゃ。でも奴らが現れたらデジコの目からビームで一発にゃ。目からビーム。ビームを出せるなんてすごいにゃ。どうやって出すにゃ。ムカつき指数が高くなれば出せるにゃ。いや無理だろ。やってみればいいにゃ。ムカつく相手を想像してビームを出すにゃ。ミーコさんがムカつく相手なんているのかしら。その前にいろいろ突っ込むところが多すぎるんだけど。ムカつく、ムカつく。おい、無理すんなよ。力みすぎて顔が赤くなってるぞ。待って、ミーコさんの頭から何か。頭から蒸気が出てる。ミーコ、ストップだ、ストップ。ミーコさん、大丈夫？ミーコ、しっかりしろ。なかなか面白い連中にゃ。で合計1200円になりますにょ。2000円お預かりしたので800円のお返しですにょ。ありがとうございますにょ。ミーコはなかなか筋がいいにょ。お待たせしました。こちら商品のお渡しになります。またいらしてくださいね。ありがとうございました。エソラもお客さんのツボをよく心得てるにゅ。ウサダよりいい仕事するにゅ。そのウサダってどんなやつなんだ。
令和最強の JK アイドルなのなんだのって騒いでるやつにょ。デジコさんのライバルを名乗っているのですよね。ウサガなんて相手にならないにょ。デジコのライバルになろうなんて100年早いにょ。でも実は私、以前からラビアンローズさんのファンでして。そうだったのかにょ。ラビアンローズさんって宇佐田さんのことです。どっちだよ。宇佐田は宇佐田にょ。でもあいつのどこがいいんだにょ。ナンバーワンアイドルはこのデジコ様にょ。そうですね、確かにデジコさんはとっても可愛らしいですね。それにラビアンローズさんよりアイドル性があるかもしれません。にょ、もしかしてデジコの魅力に気づいたのかにょ。ええ、こうしてお話しさせてもらってわかったんです。世界で一番ラブリーなのはデジコさんではないかと。よくわかってるにょ。世界で一番ラブリーなデジコさんなら、宇佐田さんのサインをいただくこともきっと簡単なのでしょうね。当然だにょ。デジコが言えば宇佐田のサインくらいいくらでも手に入るにょ。まあ、本当ですか。宇佐田のサインが欲しいのかにょ。え、お願いできます。天下のデジコ様ならサインの10枚や20枚お安いご用だにゅ。嬉しい、さすがデジコさんですね。にょにょにょ。エソラちゃん、すっかりデジコさんに気に入られちゃったの。すごいの。エソラの世渡り上手は相変わらずだけど、デジコが単純すぎる。またのお越しをお待ちしております。大盛況ですね。お客さんたくさんなの。あれ、そういえばしのぶちゃんは。確かにさっきから見かけないわね。どこかにサボってるのかしら。はあ、なんで私まで働いてるんだろう。いつの間に丸め込まれたんだ。やべ、いつの間にか囲まれてる。秋葉ってこんなに治安悪かったか。だから何？は？写真？プチコってそんなに人気あるのか？なんか熱く語ってるけど、よくわからない。まあいいや。私たち今からこの衣装でゲーマーズでライブすんだけど、見に来れば？言っとくけど、プチコ本人は出ないぞ。やっぱよくわからないな、こいつら。あら、あなたは。店長さん、おかえりにょ。この人が店長さんなんだ。おかえりにょ。お手伝い、楽しかったにょ。私も貴重な経験ができて楽しかったです。みんなのおかげでとっても助かったにゅ。すっかりゲーマーズの仲間だにゅ。では早速ミニライブの準備を。でもしのぶちゃんがいないにゅ。仕方ないにゅ。しのぶはデジコが探してくるから待ってるにゅ。おーい、戻ったぞ。しのぶ、デジコさんと入れ違いになったのね。しのぶちゃん、後ろにいる人たちは？まあ、いろいろあって。
デジコお姉ちゃん、どこにいるぴょ？今の声は。私はピョコラアナローグ三世、ピヨコと呼べ、ピョ。何やってんだよ、ナギ。ナギじゃない、ピヨコだ、ピョ。ナギサさん、ライブの時にサプライズ登場する予定では。ずっと裏にいて待ちくたびれたんだよ。やっぱり絵空の演出か。はーい、渚さんにょ。おー、ミーコの衣装似合ってるな。渚さんもお似合いにょ。で、ピヨコって誰の？ピヨコは悪の組織ブラックゲマゲマ団の首領だけよ。デジコさんから聞いた悪の組織にょ。でも可愛いにょ。確かデジコをさらおうとする悪い奴らって聞いたけど。そう、ブラックゲマゲマ団は貧しい故郷のアナログ星に錦を飾るためデジキャラットの営利誘拐を図っているんだ、ピョ。さっきからなんだそのピョってのは。ブラックゲマゲマ団なのに一人なの？ちゃんと幹部のリク・カイクーや他の団員もいるぞ。ほら、等身大パネルかよ。そこは気にすんなピョ。本当はライブの途中で渚さんがブラックゲマゲマ団を引き連れて乱入する演出だったのよね。まあまあ、だが私は自分の役割をちゃんと演じきるぜ。お前たちにブラックゲマゲマ団の恐ろしさを味わわせてやるぴょ。何をするつもりだ？くくく、ゲーマーズの店員として働いてるお前たちの仕事を奪ってやるのさ。見てろ、おりゃー。ああ、本棚にバラバラに並んでいる本をちゃんと関数通りに並べ直している。本も漫画も CD も綺麗に並べてるの。すごい早技なの。いや、これむしろ助かってないか。見たか、これがブラックゲマゲマ団の恐ろしさぴょ。やめるにょ。デジコさんが帰ってきたにょ。やっぱり現れたにょ。武家団のくせにコラボ先にまで現れるなんていい度胸にょ。え、いや、ちょっと待て、それはただのパネルだぞ。こちらで用意したサプライズ演出だったんです。条件反射だったにょ。すまなかったにょ。ナギが調子に乗るから悪いんだぞ。ごめん。でも客はまだざわついてるな。ことか。これから始まるミニライブの前にデジコさんとブラックゲマゲマ団の対決ショーを見てもらったの。今からさらにエキサイティングなライブで盛り上げるぜ。ニュニュニュ、みんないいやつニュ。いい感じに客も温まったみたいだな。ソラちゃんのおかげなの。いいえ、デジコさんのおかげですよ。お前ら面白いやつらにょ。気に入ったにょ。この後のミニライブも楽しみにしてるにょ。そうだ、デジコさんも一緒に踊ろうよ。にょ、いいのかにょ。それはとってもいいアイデアね。客の視線はデジコ様に釘付けになるけど、それでもいい。
自信だな。冗談じゃん。私たちも負けねえぞ。